はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は会社の不満についてのお話をしていこうと思います。まあ自分が変わりなさいと。まあ例えば残業時間が長いとか、無駄な会議が多いとか、ノルマがむちゃくちゃだとかっていうね、まあいろんなこう会社に対しての不満とかってあると思うんですね。まあ人間関係しかり、ノルマしかりとかっていう、働き方しかりっていう。で、そんな会社に不満があるんだったら、そもそも自分自身が変わったらどうやっていう話って、いろんなね、まあ例えば自己啓発のものとか、ちょっとしたビジネス書みたいなのに書かれたりしてますけど、それって本質的なのっていう話を今日はしていこうというふうに思います。でまあ、今言ったように自己啓発本とかビジネス書なんかで言うと、まあ、会社に不満があるなら自分がまず変わりなさいよと、まあ、よく言われる話ですし、まあ、一見じゃあ自分が変わってで変わってこれだけ例えばノルマを上げたんだからこれだけのボーナスをくれとかこれだけの働き方をさせてくれっていう風に訴えなさいと、まあ、そういうのも確かに一見正しい可能性ってのはあると思うんですよ。ただ、まあ、常に正しいと言い切れるような場合があるというそういうわけでもないっていうことなんですね。例えばどんな時かっていうとこんな感じでね、ある技術者が、まあ、会社に7年在籍していましたと。で、技術一筋でやってきたんですけど、まあ、来る日ね、まあ、ジョブローテーションみたいな形で営業への転向っていうのが決まって移動することになりましたと。で、営業は未知の世界でスキルを身につけるのにも、まあ、時間が関わったわけですよ。だって、例えば車の整備の人がなんかいきなりディーラーみたいになって来るお客さんの何買いますかとかどんなオプションつけますかっていう話ってなんかこう細かな話はできますけどそれって技術の話ができても営業ができるとまたちょっと別になってくるわけですよね。で長期的に見れば確かにお客さんの生の声を知ることができるんで自身がやってきた技術に関するサービスを見つめ直すために関しては必要なことなのかもしれないんですけど黙ってこれってその未知の世界に飛び出していくために営業頑張るべきなのか、それとも自分の分野である技術で、まあ、仕事ができないなら転職をするかって、まあ、どちらの選択が正しいのだろうかっていうことなんですね。で、一流になるには時間がかかるって言われてるんですよ。それはそうですよね。まあ、1万時間の法則って、まあ、最近あれは嘘でしたみたいなことも言われてますけど、まあ、それは一旦置いといて、どんな仕事でも熟練していくためにはですね、まあ、相応の時間がかかるっていうことは、もう誰もが知ってることで、もうこんなことって言うまでもないと思うんですよ。ところが、まあ、営業としてキャリアをまあ再スタートしていくためでに、かつ技術、今までやってきた技術職と同じくらいのレベル持っていくのであれば、まあ、単純に考えればですよ。それ当然その中身とかが違うし、その向いてる、向いてないっていうのもあるんで、そうとはいけないんですけど、単純に考えれば7年はかかるだろうということなんですよ。だから、それだけの年月をかけたところで転職をしたいと思ったとしても、まあ、仮に7年技術職新卒から働いてたとしても、まあ、大体30歳くらいですよね。で、37まで働いて、そこから転職って、30歳で転職するのと、37歳で転職するのとだったら、欲しいって思う会社って相当分かれてきますよね。だから選択肢は若い頃と比べてぐんと少なくなっているわけなんですよ。だから、ここで、会社から言われたからって言って黙って従って営業やりますって軽ふわずみに言うっていうのはまあ相当なリスクがあるよねと言えるわけなんですよ。だから期限を設けましょうっていう話のですね、対策としてやりたくない仕事とかつまらない仕事っていうのはまあやり始めの頃に関しては誰もが避けて通ることはできないと思うんですよね。もちろんやりたくて入ったっていうのはあると思うしやってみたら実際面白かったっていうのはあると思うんですけどやり始めいきなり面白いなって思う仕事 に当たることができるっていうのは、まあ、なかなかパーセンテージ的には少ないんじゃないかなと思います。僕も営業やりたくないってずっと思ってたのに、まあまあ、今思い返せば結局何の仕事がしてんだろうっていう話にはなるんですけど、まあそれはいいとして、やり始めの頃は営業嫌だなと思ってたんですけど、やっぱり行く先々でこうお客さんが喜んでくれたりとかね、買ってくれたりとかすることにもやりがいを感じることができて、まあ営業っていいなって思う、今頃になって思うんですけどね、僕ずっと新卒から営業やってますから。で、人生の貴重な時間っていうのを、まあそんなやりたくないっていう仕事になんか浪費するくらいだったら、例えば、じゃあ1年間この仕事頑張るとか、この職種で頑張るっていう風にやって、次に進むっていう風に区切りをつけるっていうのが大事だということなんですよ。で、その区切った期限でやれることをやって身につけるべきスキルを極めていくっていう方が効率も上がるわけなんですよね。だから例えば大学受験とか高校受験って皆さん通ってきた方が多いと思うんですけど高校受験とか大学受験で人生のどのタイミングでも受けてもいいですよっていう風に言われたら多分高校受験の勉強も大学受験の勉強もしないと思うんですよ。ところが高校3年間まあ平均的な話をすればですよ。平均的な話をすると高校3年間のうちで受験勉強を終えて大学に次進みなさいとか中学校で3年間の勉強を終えて次高校に進みなさいってなってそういった3年間っていう区切りがそれぞれにあるから大学
の勉強、高校の勉強っていうのをやると思うんですよね。仕事も同じだということなんですよ。で、そんな中で、スティーブ・ジョブズっていうね、アップルの方がこんなこと言ってるんですが、もし今日が人生の最後の日だとしたら、今日やろうとしていることは本当にやりたいことだろうかと。で、それにもしノーっていう日が続いているのであれば、何かを変える必要があるということを話してるんですね。はい。で、会社にもし皆さんが、これを聞いてるあなたが不満があるのだとすれば、自分がしたい仕事をして真剣にできる仕事をすることにシフトしていく必要があるっていう話なんです。それがもしできない職場なのであれば、会社に留まる理由もないんですよね。だから、つまり不満があるのであれば、自分が変わりなさいっていうわけでもなくて、会社に変わってほしいってなんか願望を突きつけるものでもなくて、フィールドを変えてしまった方がいいんじゃないかっていう話が言えるっていうことなんですね。そうなった時に、ぜひちょっと自分にね、問いかけてみていただきたいと思うんですけど、ここからちょっと話結構飛びます。自分にやりたいことがないのであれば、与えられた仕事で一流を目指してみるっていうことがいいんじゃないかっていうのが今日の提言になります。どことんやり抜くことで、本当にしてみたいことっていうのが見つかるかもしれないんですよね。なんか最初は好きでも何でもなかったけど、やってみたら自分が向いてて、あ、これって自分の天職なんじゃないかって思ったら、それを突き詰めてやっていくみたいな、そんな感じですね。で、大抵やりたいことが見つからないっていう人って、やりたいことを見つけるためのなんか行動量とか触れたものの数が少ないっていうふうには思うんですよ。だから選択することとか決断することの数っていうのを増やしていって、その多くある母数の中からこれだっていう文章を選んでいくっていうのが大事なわけなんですよ。だから会社に不満があって自分が変化することを迫られるのであれば、まずは下準備としてたくさん数増やすことと、それに対しての行動量を増やすっていうことが第一歩になってくるわけなんですね。とは言いながらも、やることってたくさんあって、じゃあ何でもかんでもやってったらいいのかっていうと、集中力って残念ながら有限なんですよね。自分が変わることができなかったり、そのきっかけを作ることができないっていうのは、不必要なことを延々とやってるからなんですよ。で、そのな不必要なことまでやってしまってるのに、自分のやりたいこと見つからないなとか、これって自分に向いてることなのかなってやったって、それは違いますぜっていう話になっちゃうわけなんですよ。だから、肝心である自分に何が必要なのかっていうことを考えて、必要なことをやろうとした時に、変化をしようとした時の体力がそこを尽きてしまっているっていうケースがあるんですよ。だから、いらないことばっかりに手をつけてしまっているにもかかわらず、それに気づかないまま、あ、なんかこれやりたいことかもって思った瞬間に手をつけようと思ったら、もう走ることができないほど疲れ切っちゃってると。そうならないために、集中力は無限じゃなくて有限なんだよっていうことを肝に銘じて、自分にとっての最優先は一体何なのかっていうことを考えておく必要があるということなんですね。で、集中力が限られているのであれば、どこに力を注ぐべきなのかっていう、その温存っていうのが必要になってくるわけなんですよ。その際に、会社に対して不満があるからといって、自分の力でどうにもならないことばっかりに気を取られて、結果何もできませんでしたではストレスでしかないわけなんですよ。だから、自分にとってとか、その自分が働いている職場とかね、あるいは大きく人生において大切なこととか優先したいことは何かっていうのを見つけて、そのために集中力を注ぐことっていうのが大事です。できることっていうのは、残念ながらそう多くないんですよね。だから、会社の不満を消すためにあなたが尽力するっていうのはもったいないです。そんなもん会社に任せてしまって、会社が変わらないのであれば、あなたが変わるっていうことよりも、取捨選択の上で不要なことを削っていって、それが結果的に会社への不満を消して、あなたの力を存分に発揮してハッピーになることができるという、そういう選択肢をぜひ見つけてやっていただけたらと思います。会社に対しての不満はあなたが書き消すものではなくって、会社に任せてしまった方がいいと。あなたがあなたにとって必要なこと、最優先すべきことっていうのをやっていきましょうという、そういうお話でございました。ということで、また次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから、皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。